とあのピアニッシモだから綺麗に弾いて。よタンタラもこれね一気にこう咳がこう切れるわけで水がうわっと溢れてくるわけだからうわっと次入っていかなきゃアニマートのねはいここからここね、一言、もう時間がないから、あの一言だけ申し上げると、この指使いがね、あなたの指使いじゃなくて、こちらをした方がいいと思うわ。あのどうしてかっていうと、これがね、とっても重要な音なの。で重要な音をね、5、4、3という弱い指で弾くとね、こうなっちゃうね。ね、だからの音、4、3、2、1。これを注意して。で、この4、3、2、1、綺麗に弾くためにね、432の方がずっとよく弾けると思う。で、それを落ちてやってみて。さあ、じゃあ目のモストいって最後行きましょう。トントンって取っちゃわないよ。全部ね、こうそっと放置です。ぐちゃぐちゃぐちゃって弾かないことですね。
のとね、とてもプレゼントで重要でしょう。小指で終わるとこういう風になるから、親指で書いてください。これ、そしてパッ。で、これこそね、なんか少し、ワウっていうんじゃなくて、パッっていうね、緊迫感のある音。まあ、それ練習して。ね、はい、次。これで終わるのはちょっとね、なんかおしとやかすぎるから、最後はね、親指を使いましょう。ね、これでやってもダメだと思うわ。ちょっと、これでしょ。ね、これで、これだけちょっと、最後になって困ったわって感じになるからね。随分ね、音楽として全体にはとてもいいと思います。だから、まあ、基本的なことね、これはまあじゃあ10年後にまた聞かせてください。なんか今日はね、私のおしゃべりが少し長くなっちゃったんで、ノクターンの方に入れるかどうか心配なんですけど、これ先ほどあなたがなんか同じようなことを繰り返すので、それに変化がね難しいって言ってらしたんで、簡単なことをちょっとね、この番組終わる前に説明しますね。これはね、というのが、大特急で弾きましたけれども、これが最初のテーマでしょ。で、これがバリエーションになっていくからね。ね。でね、このバリエーションが、いくつも行われて、最後に、コーダというのがあってね、それで終わるわけね。だからこれバリエーションというふうに考えてね、弾いてごらんなさい。それからショパンで言ってることはね、だんだんとね、こう音符の数がそのテーマにいっぱいついてって多くなっていくでしょう。例えば、みたいにね、だんだん多くなっていく。そういうのはね、むしろね、テンポを遅くするような気分で、ゆったりとね、たっぷりと静かに歌うと。いうふうなことをね、言ってるのね。だから、まあそれちょっと今あまりにも端折っちゃってしまったから、あれですけれども、これね、来週やりましょう。ね。本当に今日はせっかく手が温まったところで終わりですけれど、じゃあまた来週お会いしましょうね。どうも皆様、なんか今日はノクターンに入れなくて残念なんですけど、来週楽しみにしてくださいね。ショパンのこの曲は最もショパンらしい部分があるので、いい勉強になると思います。さようなら。